今回人狼ということでこのそうそうたるメンツに来ていただきました。まずはちょっと順番に聞いていきましょう。なんかおどおどしてるなんかおどおどしてる。なんか久々やもんなこういうの。あ、私ですか。そうですよ、久しぶりです最初ってきょうちゃんやっけ、俺やっけと思ってて、私を忍んでまたこの地に守ってまいりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして白髪やばいよ俺。こんにちは、皆さん。まあ、大江の高之が、まあ、めちゃくちゃ久しぶりにこのダチョウ布団に登場と、いつぶりなんですか。いつぶりでしたっけ。1年7ヶ月ぶりぐらい。いけたなぁ。めっちゃちゃんと覚えてる。ちゃんと根に持ってる。一昨年ぐらいのと思って。そんな来てねえか。来てない。忘れてたもん。スタジオの場所マジで。そうな、到着しなかったのよマジで。年明けたら来る来るってなんか噂流れてたんだけど。そうですよね。ちょっと諸事情で行けやんない。ちょっともう一回飛ばします。諸事情。人狼世界に。アプリで。今日は俺も。あ、人狼のアプリで2位だったって話ですね。今日楽しみ。ね、ダチョウ部隊。まあいろいろやられるみたいですね。アプリでも結果を残してるみたいなのをさっきちょっと聞いたんです。あ、そうですね、暇人ランキングなんですけども、はいはい、まあ、人狼殺のね、最初の人狼殺というアプリで2位になります。すごいね。すげー、すげー。なんかよく喧嘩してるよな、その2時間まで飛ばしてくれ。飛ばしすぎじゃない。人狼ジャッジメントかなんか分かるんだけどさ、いや、だって1位たくまやで。あのね、女はね、ほっとに自分の感想だけでこう喋るからたまにイラついくときあるけど。でも、ミャコはちゃんとしてたんよ、本当に。そうそう、その話したかったんやけど帰ってたわ。シゲさんはなんか人狼の経験とか。え、ふとんちゃんは。いや、俺はね、もう本当に数えるほどしかなくて、うん、一番初心者やった、はい、あ、もう考えると面倒くせーってタイプなんで。あ、ちょっとね、まあ、まず学びながらやっていこうかな。そうよね、やっぱちょっとパッションでやる形、うん、ちょっとおえちゃんが味方にいる方からちょっとやりたいね。うん、うん、勝率下がりそうやな。やるぞ。まずこいつ外がみたいな感じになるかもしれないね。なので互いを認識してください。マジやばすぎる。やばすぎるって。よろしければ不安がられてるやねえか。意気込みをお願いします。頑張っていきます。ありがとうございます。そしたらも再びアイスクとイヤホンを。今俺の声した。なんでこんな声出てんの。あ、なんか眠てで声出すかなってなったんかな。でも俺こ隣でやってるって分かってなかったこの時マジで。え、ちょっと待って、なんか意気込みをお願いします。頑張っていきます。え、嘘やろ。こんな声拾うの。なんで俺の時オフにしてくれよ。ここのマイクで拾ったわけじゃないでしょ。拾ったんかな。ありがとうございます。そしたらも再びアイマスクとイヤホンをしてください。はい、これでも肩叩かれるのは、あ、俺かって今なったんよ。はい、寝起きやん。ちょっと待って。え、さあ最後となりました大江の高幸さん。はい、はい、あ、そうそう、この声はね、はい、音が縮まんねやってボリュームがなくなって、だから大江の高幸さんって言われたのは聞こえんの。やっぱり最初占い師で、うわ、あ、しげさんがちゃんと入ったなって誰か言うかなと思ったけど、そこがあればいるのかな。そうなの、うん、いや、占いでも俺は自ら占い。誰が僕と戦ってくれるんですか今日は。そういうタイプ。キョロキョロしてる。ちょっと待って、ちょっと待って、もうすでにもう怪しいもん。占い師です。大井さんと誰が出るの。もう出てこなくていいっす。これ以上時間経つときついっすよ。一人だけですもんね、占い師。出るなら早めの方がいいよ。太鼓なし。太鼓なし。一応だからランダムで大江の高幸っていう、まあ、いわゆる当たりに近いところに出てる。だから、この後聞きて。これもう大江さんの人望だったから。そうそうしても。僕はもう狼は絶対ないって皆さん理解してもらえるはず。ここはもう。隠しろに迫るけど、狂人はありえますね。おえちゃん、そっか、そうですね。おえちゃんから釣ればいいってこと。おえちゃんから釣ればいいってこと。こいつ狂人だろ。そうなの、そこもあったんよな、冗談の可能性の狂人要素。なんで出ないのかなって、まず、これで。
今の今の今の。おいちゃんから釣ればいいってこと？いやこいつ強人だろ。マジ。え、まっちゃんどうしたの？ちょっとあれ考えること多い。そうそう。いやいやいや、強人がなんで出ないのかなって、まずこれで。あ、まあ人狼だけど。そうですよね。だってなんか出るもんだと思ったんで。強人だけじゃなくて一応人狼が。絶対オオカミやって俺思ってる。絶対こいつオオカミや。だったらフォイさんが人狼や強人の可能性も。でもだとしたら裏返し出ないの？だってオオカミやん。やばい。やばすぎる。確かに。多分これ出てないっぽいね。でもレレバイで出てくるんじゃない？で、キョウちゃんもそれで察してたわけやわな。でも、ポイクはまあとりあえずもう仕上がれない。これはね、正直絶対オオカミだと思った、本当に。怪しい人もそうだけど。あ、でもレレバイとか出る人いないのってか。シゲさん。気になる部分が。気になる。はいはい。布団ちゃんあたりがちょっと。人狼をズバリ言うね。意味わかんない。厳しげさん、わかる。え、とりあえず挙動おかしい。よく見た段階じゃん。メタ要素ちょっと絡んでくるんですけど、やっぱり一発とりあえず殴るのはありだからね。確かに。ちょっと残念な感じで根拠を教えてください。しげさんは要はその初心者だから狼が占いが出てないみたいに。まあ私も1週間やった程度なんですけど、こうやっぱり実際そういうのはある。狼として出るのって怖いんですよね、うん、あのちょっと歴が浅いと、うん、でそこで占い師ってやると、うん、なんで出なかったのかっていう理由でね、回らなくなってくる。あのちょっとビビって出てこれないっていうのは、ね、彼はあのこれなんで狂人は出ねえんだって考え方がすごい。でも結構すごい的にね。マッチャーよくスロット打ち行くんだけど、大正解。判別してる時の顔してる。これあるのか、これ。どうなんだ、これ設定いくつだろう。考えること多いときは顔。なんかでも違うんだから。大メタ人読みになってるよ。この時は宮古京一郎があんま話さねえなと思ったわ。だってほら、いやもう全然市民のなんですけど。だから京ちゃんも宮古も俺若干疑ってたんよ。布団ちゃんと誰やって。トリガーはあんまり疑ってなかった。でもちょっと僕が今思い浮かんだことは1個だけ言っていいですか。これって、まあ、逆に言ったら今すごいしげさんと、うん、それに乗っかってくるように孫さんが今布団ちゃんにめちゃくちゃヘイト向けたじゃないですか。確かにここか。これはただ単にその受け入れていいのか、もしくは確かに助け舟出してるな、ここ。人狼側が確かにな。この二人話し合ってる。最初に疑い始めてっていう線もなくはない。だからやっぱりこうなると布団ちゃんを釣っちゃって、布団ちゃんが黒だったらもう絶対孫さん白やんっていう、布団ちゃんが白だった場合孫さんって怪しいよねっていう霊能結果を見るために、どっちにしても布団ちゃんから釣るべきやったんやろな。まあ俺は京ちゃんにしたけど、もしあの騎士を釣るとしても。だからしげさんに4票入ってるのはおかしかった、やっぱり。しげさん確かにね、早く出れば違ったやろな。俺盾持ちです。ああ盾持ち、ね、ここ釣ろうとした人怪しいって。だから本当に怪しい。そうだからそれで、だから、ね、だから俺釣らないで、ね、あれ誰も出ねえのか。え、本当に布団ちゃん騎士かみたいな。じゃあ俺はちょっと思った。俺マッチャン最初から盾持ちだと思ってた。なんでだなんでだ、意味わかんない。一番重要なのを出します。議論時間終了。おせえ。あーって顔してる。議論時間終了です。これ以上の議論はできません。これトリマが止めてやがるわ。投票の時間になりました。で早めに投票でしげさんが騎士って言ったことを伝えようと思ったんや。カードを渡してください。だから2番目に行こうって決めてた、この時投票は。さあ投票の時間です。はい、あ、ごめんなさい。あ、そうだから京ちゃんもうまいの、強靭で。今ちょっとなんかだからでも狼同士で分かってると思っちゃったよな俺は。思ったからです。ミャコか京ちゃんが布団ちゃんの相方じゃねえかなと思ってたで。これは私に京ちゃんがしげに入れたから布団京一郎がいいかな。いや全然京一郎さんに私が結構。じゃあいいですか。あ、はい。これは投票をあの今岸、皆さん聞こえてなかったかもしれないですけど、僕隣で岸ですって最後に、うん、あのしげさんが言われてたの実は聞いてたんですよ。あ、そうなの。今日岸に入れてしまった場合、布団ちゃんとしげさんが出てるんで、どっちかを釣ってしまうと、フォイが守れない可能性があるんで。うん、本当や。なるほど。あ、いいよ。これは騎士に入れるべきじゃないと思って、僕はあまり発言のなかった京一郎さんに入れたいと思います。
まあ、本当はこの時にお前狼やろって思いながら入れてんやけど俺はお前布団と狼やろって出しといてもらってもいいでしょうか。カードはい、ありがとうございます。じゃあ、はい、まあ分かりやすい説明で投票する、僕でもうおいちゃんとかなり同じ理由で、そうここね一旦騎士の2人は外した方がいいのかなってすごい、そうでも思ったんで、これもしょうがないんやけど、一番そのかき乱したガチャって3人の中でいくと僕は孫さんなのかなっていう、そうここででもおいは俺と一緒の意見やったら投票先合わせてほしかったんや。ここでばらけてしまうと狼が操作して結局釣りが変わるから、そうそう、ここに入れん、騎士に入れないのはいいんやけど、それだったらどっちに票があってばらけるよりもグレー釣れる強ちゃんに入れてほしいの、正直。いや、ごめんなさい。あ、そう、ばらけんのはダメなの。断れるんだ。でもおえちゃんがそう言ってみたら入れるんだったらこっちに入れるくらいに、俺が強靭だと思わないなら、自分が騎士だってことを分かって、まあ、この布団ちゃんがしげさんに入れる、しげさんが布団ちゃんに入れるは全然おかしくはねえぬ。だって人外ない。布団ちゃんに入れる。で、まあなんで最後に騎士って言ったかというと、これは布団ちゃんに入れるべきだったんかな、俺。はい。はい。はい。おえちゃんの言ってるのは確かにそうなんだけど。これか。俺その人狼狂人が初手で。ここ確かにな。初手で。いやだから。って言うかな。ダソークはこの反応を見て気づいた強靭だと思ったのよ俺は。ところを、あ、ここで騎士釣ろうとした。しげしげは別にいいやろ。なんでやねん。あ、じゃあ僕いいですか。そこ確かにおかしいな。はい、まあ僕はまあなんか役職をやっぱ最初に。でもこれは京ちゃんの一票でそうなった。するのは良くないってなんか朝知恵なんですけど。そうなんや。これさ、こいつタイミングずるいわ。3、1になったタイミングでってやってみて、まあ、うまいよこれ。ヘイト感と思ったんで、まあそのかき乱し理論ですよね。どうもまあ早い方ではあるしな。ガチャガチャっとした火種になったちょっと孫さんにちょっと投票した。そうね。これがだからフォイがここにもし強人の京ちゃんに入れてくれてた場合2票で孫さんに入んなおかしいってなるから、ここで3票になるから、シゲと京ちゃんで3票になって、でフトンちゃん1票って状態になるから、ミャコで決めれるとかになってくるから、そうね。だからフォイがここで孫さんに入れたのはやっぱりばらける理由になったんだよね。はい、投票します。はい、霊媒師です。そうで、ここでカミングアウトがあるから2票入った段階で、孫さんが霊媒だと思う、まあ、そうになかったら、まあ、一応そのまま先方、まあ、騎士に対して今日は投票しないっていう形にしたいかな、まあ、確か対面人狼ってこういうのありやんな、まあ、対してあの後から乗っかっている俺は打足さんにただなんか ここでまた新しい人に入れたところでもうしげさん3票入ってるから、お前らのそれ言うてること全部無意味やぞっていうそうそう、お前らそれ好き勝手投票してるだけやんけ、誰を釣るかって決めてんのにさ、で狼は票をコントロールできるから、これ例えばこれで1票で上がって布団ちゃん2票でしたとかでさあったら、じゃあ僕は別の人入れますって言って他のやつ釣れるから、これ票がばらけんない、弱いの乗っかっている人狼のように見えた。遺言終了です、うん、30秒が経ちました。そうやな、その進行やなって合ってる。しげさんは別室に移動してください。いや、イライラは全然してないよ。まあこうしげさん釣ったんやったら次は布団ちゃん釣らねえとなって、ただそうなるとフォイが噛まれてって占い結果が1個減るよなって。きょうちゃんで、あーきょうちゃん行くんだ。きょう一郎さんは人狼ではありません。それではなるほどね、アイマスクとイヤホンをしてください。まあでも確かにな、投票最初にしてて、じゃあ京ちゃん仕事してる狂人やったよな結構。逆に俺らからしたら打足占いとかの方が一番いいかもしれんけどな、打足しろないんやってなったらさ、考え、まあ狂人ってでも思うか。でも京ちゃんつって布団ちゃんつって終わらなかったら、あ、ちょっと打足市民なんだってなるか。ちょっと待って、はなんで、あんた騎士 CEO やんな。なんか怖いなこれな。あのさ、あ、フォイ君は俺を占ってくるから。絶対。これもうだってフォイさん生き得やんね。そう。あのシゲさんとか占ってる。白出てるやんか。そういう話になるけど。
じゃあ占う必要ね。その今しげさんと真央さんが結託して今話してたっていう形になってるから、生き残しといて先にやっぱフォイ君釣ろう。俺よりできるやん松。あれいいな。まあでもそうやな、フォイ噛むのは正解やな。ご確認です。噛むのはフォイさん。わかりました。それではアイマスクとイヤホンを押してください。やっちゃったな。ホイさんは天国ルームへご移動ください。あ、そうか、霊の結果ここで伝えてもらったもんな。さあ、それでは議論時間のスタートとなります。ここから議論時間5分間となります。それでは議論時間スタートです。はい、はい、はい、あ、あ、はい、はい、きっといるんだろう。でもそこに関してはやっぱ、まあ、ホイ噛まれてんのはフトンちゃんが孫さんを守ったからって主張があるから、うん、なるほど、うん、まあホイ守るんやけど普通は。君怪しい。いや別に待て待て、俺はね孫さん神だと思ってる。神って何？神っていうのは本当の霊能者、はい、で京一郎が偽物だと僕は思ってる。ありがとうございます。やっぱなるほどね。やっぱおいちゃん、まあ、もちろん間違ってる可能性はある。その心は、ただなんでかっていうと、うん、フトンちゃんが狼で京一郎が狼だから入れたんだろ、シゲ。俺はそう考えて、ここの2人はラインがめちゃめちゃあった。そこはそう思ってない。なるほど、1かな。シゲさんから俺は入った、うん、入らなさすぎじゃない。入らなさすぎだけど、まあ、それはちょっとした要因かもしれない。その誘導はだって、うん、俺ちゃんがそういう流れにこれに乗ったら。でもお前それでシゲに入れたろ。その無駄票になるのに乗っかれ俺に。ここに入れたのもなんかなっていうのはあった。そう、お互い入れ合った、ね、お互いが入れ合ったし、ね、まあ、みんなはじゃあ孫さんと京一郎はどっち。ただ、ただあれだ、うん、あのさ、俺次孫さん守れねえやわ、連続ダブル。うん、そうだよ。でもどっちにしろ今日釣られるから守れない。なんでその手になってんの。だって今日さ、シゲさん今日見て村人も釣られておいた方が、まあその陣、まあ、陣外の可能性があるから、憂いを残したくないんでしょ。孫さんが結果で白って言ってくれれば、実際にシゲさんが狂人で布団ちゃん死んだったって可能性もあるけど、狂人釣れてるから明日来るから、確かに確かに、それはちょっとシキシキシの布団ちゃんを釣らないとまずいかな。その方がまあ市民が結構すっきりするんだから、まあまあいいよ、それはいいよ。すまん、死んでくれ。それはもう、まあいいよ、それはそれはいい、それ。相手が決まった方は、でも確かにな、みんな何も説明できないってなるより、こうやって進んだ方がええわ。ここから言っていいですか。はい、朝が始まった瞬間にですね、うん、あの、あ、来たなって思ったんですけど、うん、すごい一人だけこう、うん、何が起こったんだって顔をしてた人物がね、すごくうさんくさかったんで、布団ちゃんに入れます。みたいな、そんなシーンでもなかったので。いや、はいはい、お前が守らんだからやろ、フォイよって。とりあえずあの、まあそうですね、あの、まあ、でもう一つ思ったんが、何を思ったんだっけ、俺なんか言おうとしてんだけど忘れたわ。ちょっと待って、あ、村にとってその前日に、まあ、どっちか確実に一人黒を連れて、その布団ちゃんにちゃんと残った騎士の人に、まあでもこれ投票終わった後やったでな、布団ちゃんに騎士だったらフォイを守れ、最初の日にもっと強く言えとれば噛まなかった可能性もあったんだよなって。まあ変わらずやっぱり布団ちゃんの思考回路的に、フォイ噛んだ時点で絶対布団ちゃん釣るって言えば、まあ噛まれてなくても絶対釣るんやけどさ、それを言えてればよかったな。布団ちゃん遺言を語れます。遺言を始めてください。はい、やっぱりね、顔色とか伺うんですね、この人狼っていうのは。俺はあの時対面やから、ね、いや、マジかって、フォイ君守った方が良かったんかっていうアイコンタクトしたんだけど、このバカがそういう風にあのやったんで、多分この後守る者がいない市民たち、なんとか頑張ってください。はい、以上です。さあ、遺言時間終了です。トンちゃんさんは別室に移動してください。まあでもこれ、俺正直この人噛まれるかなと思ってたんよ俺。あ、孫さんのやつは聞きてえな。フトンちゃんさんは人狼でした。まっちゃお、やっぱり嘘ついてたんだね。確認ができました。はい、アイマスクとヘッドホンお願いします。ありがとうございます。京ちゃんは白出して孫さんが黒出すってなるから、俺噛んだとしてもそやな。でもそれやったら孫さん噛んだ方がいいか。俺白出てるし。方はいらっしゃいませんので。いや違うな、俺白出てんだから俺噛んでもいいんか。昨晩の犠牲は孫さんです。マジ。そう、俺かなと思ってたで。白だけですね。はい、なるほど、そうです、ね、白だよね、うん。で、孫さんはなんで噛まれたと思いますか。霊媒師だと
霊媒師、一番最初に霊媒師、うん、だからさっき死んだ人が黒だったからじゃない、そう、うん、猫白いのよ、トンちゃんが黒だから、うん、孫さんの霊媒結果を見せなかったんじゃないかなっていう、となると、あ、なるほど、いやいやいや猫白いんだ、トンちゃんは白でした、でもうまく、はい、まあそうなりますよね、そう、でもトンちゃんは白です、同じですね、ちゃんちゃんで、じゃあ、トンちゃんは白です、教師だったら、俺ごめんね、あの、京ちゃんで終わるんじゃねえのかって思ったんやけどな、最初のあれで。でもそうなんだけど、うん、ちょっとそれだったら孫さん噛まねえもんな、とりあえず今日、うん、まあ、霊能が一人噛まれてる、やっぱりどうしても釣られやすいのは京ちゃんだと思うね、うんうんうん、京ちゃんが釣られた瞬間、うん、あの布団ちゃんと京ちゃんが大神やったら終わるんやけども、うん、終わらなかった場合どっちか狂人確定ってなるから、うん、俺は絶対村人になる、狂人がいなくなるから、そう、ね、うん、あ、そうなんだ、最初に説明する、4つ出たからもうさ、語りが1人ずつ出てましたってなってるから、うん、2人消えたって言うから、狂人1人と狼1人か、うん、狼2人だったらもう終わるから、ここで、うんうんうん、ってことは残り狂人、俺ちなみにミャコさんと、うん、大体打足やと思ってんねんけど、ミャコさんと狂ちゃんやと思って、うん、いやー、結構そう、狂ちゃん切らなくない、なんでミャコだと思ったんだろう、確かに切ったから切ったんじゃない、じゃないよ、まあ、俺もなるほど、ここの時にダソークが黒じゃなかった場合、ミャコがうまくやってる人狼の可能性もあるんじゃないかって、そうそうそう思って、うん、そうなった場合でも投票に入れてたんはトリバは入れてなくてってさ思うんよな、トリバって何、いや、そう、トリバはなんか、まあ、お前何、かなり今ちょっと達観して見てるんですけど、今の内訳は市民市民市民、うん、狼狂人のはずなんです、ね、そう、うん、じゃないと終わるから正しいよ、京ちゃん頷いてるけどあんたは霊媒師やからな、せやで、京ちゃんは狂人なんかな、京ちゃんが狂人やってやっかい、や、いやいやいや、今だから市民市民市民狂人市民多い人狼で、俺うんうんって言ったけど俺霊媒師ってことでしょ、うん、一個だけ、まあ、なぜか狂人の狂人であったマコ君が噛まれたって可能性はあるのか、そうするとこの3人で勝負になる、もうだからここ全くこの時に俺は明日3人になって誰か1人に委ねやなあかんと思って、一番白いやつに委ねようと思ってトリバを選ぶ、誰が狼やと思う、はい、狼は京ちゃんと終わらなかった時な、そう、残り3人のうち、そうっすね、あ、なるほどね、どうしよう、取って トリバーはどこやと思う、切ってはない、どっちだと思う、うん、いや、これは切った切った、いや、なんかみやこさんがちょいちょいこう乗っかってるだけに見えるところがあって、その流れに任せて、うんうんうん、その村の人ですよみたいな感じの振る舞いにちょっと見えなくもないかなっていう、まあ確かにそれは分かるんだけど、いや、どうだろう、多分分かんない、一番初めだったら別にいいんだけど、多分これで切るとかなり、まあ、どっちかやと思ってる、かなり危ういので、もう本当に怪しい人、あのね、うん、言うとくとトリバじゃない、多分俺もそう、トリバは投票の時にトンちゃんをかばう、かばえる資源に投票してないから、うん、そうだね、まあでもな、これ順番もあるから投票の一斉やったら狂人、人狼で一番自由に投票したからね、うん、議論時間終了です、いやさあ、いやでも多分トリバにはどっちにしろこの3人で議論してつってないと思うよな、俺だって打足が脈に入れるって言ってる時点で、じゃあトリバも脈だって言って投票すれば勝ちやるな、で、この中で、で3人になって、そうなると、うん、こいつどんな顔してた、シゲが、京ちゃんがさ、狂人だった場合、シゲ黒って言ってたじゃん、で考えてるふりしてるわ、白に投票してたことなわけね、確かにそれは私のミスだと思 う、うん、だけどもしかしてこの俺が選ぶ立場になそうなってるね今、あ、俺はまさにそうなってる、え、ちょっと待ってそうなだでこれでお前が人狼だったらクソウケるけど、それはあれやで、あれや、俺はありえないと思うよ、ありえない、俺は信じてる、信じてる、信じちゃってる、今までの挙動で それしかないから基本的に、あ、なるほど、俺が遺言です、打足に投票したんよな、打足さんですよ、私疑ってるから、はい、だって疑うしかないんだもん、まあまあまあ、ただ打足さんしてね、これどっちかに見えるよな、トリバさんはその今までの長年のあれで挙動で見てて、俺これ裏言ってえトリバなんて言うちゃったわ、怖いですいや僕からしたら役職持ってる人白いってわけじゃないよ、あのうまいことやってんのかなって思っちゃったよな、そうそう、投票も最後やったし、じゃないのって思って入れちゃったんだけど、
本来は入れない方がいいと思う。黒いな、黒いよな。意味でもやっぱり確かやっぱ黒いな、ここ私と、まあ、しゃあないよ、これは黒いのは。打足さんが経験者なので、うん、主導権を握られていると、いや、まあ、確かにちょっとね、思うんですよ。まあ、隠し子が疑われて、なんか残り1分です。ペラがいきなり回り始めたっていうのは、ベラ、ね、ベラは最初から極力喋るようにしますよ、それ浮かんで、そう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 、だからこれ目も取ってると分かりやすいんだけど、さすがにそれだと不公平でちゃう。悪い顔してるわこいつ。まあ俺はでももうこれ以上言わない、ここで信じてもらえる。信じてるっていう。ちょっと待って待って、なんか、あ、なんか映った。ま、なんか映ったんやけど。だからこれ目も取ってると分かりやすいんだけど、さすがにそれだと不公平でちゃうから。まあ俺はでももうこれ以上言わない、ここで信じてもらえない、信じてるっていうか、そのもう結果としても見えてるようなもんだから。これ映ってんのか、これ映ってんのかって言うとる、これ映ってんのか、こっちでもって。これ本当に映ってんのか。人狼だ。人狼じゃないです。あ、これは悪い顔してる。良くないですね。これは乗っ取る、乗っ取る人の顔です。俺の目見て。悪人ですね。まあ、ヤコさんに入れます、ね、楽しそう。もうこの時点負けやもんな。いや、まあその打足のね、なんか最初からちょっと振り返ってみろみたいなところからまあ始まって、ちょっといろいろ考えてみたんですけど、まあなんだ、何しても勝ちやでな、もう。僕視点はなんかバー見えてますよみたいな感じで、なんか全然見えてない感じが実はあったんで、思います。さあ、打足さん、もし私が人狼だとしたら、バが見えてるふりって言ってるのに見えてないわけがなくて見えてたはずなので、鳥羽が言ってることは逆だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、本当にトリバードにはがっかりしました。これからは付き合い方をちょっと考えようかなと思います。でも確かだ、ここで控え室に来た時に、天国部屋来た時に、自分黒かったって言ってた気がする。だそく先般だとか言って入ってきた気がする。さあ、ということで、この時点でこの村には人狼に対抗できる人数は残っていません。人狼チームの勝利です。やったみんな戻ってくるから、みやこさんどんな気持ち今。人狼と2人やけど、ね、開きすぎやろ。ねえ、楽しくて仕方ないよ。今日俺こん時に思った、うわこいつ初日に釣っとけよかったなって。絶対こいつが人外だから、こいつ最初に釣っとけよかったなって。楽しくて仕方なかったね。イエーイ、ダソクさんごめん。あれ、いやマジわかんなかった、トリバー全然わかんなかった。楽しくて仕方なかったよ。動揺するのやめてよ、本当に。全然わかんねえ。すいませんけど、共犯だと思うんです。そうだね。よし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 、返すわ。やっぱでも、こうやって考えると CO は早くしなあかんな。ということで、だってさ、仮にやで、フォイが占い使用しました、騎士出ます、騎士出ます、霊媒師出ますってなったら、じゃあそれがもっと早く出とれば、俺はやっぱりフトンちゃんが偽だと思ってるから、フトンちゃんが孫さんを守りましょう、フォイが、シゲさんがフォイを守りましょうっていう進行を取って、1日目の占い結果必ず守れるし、孫さん噛まれたらフトンちゃんつられるってなるから、そのフォイの占い結果がちゃんと残ってて進行できたら、じゃあこ、あ、ミャコ白なんだとかなれば、鳥羽はどうなんや、打足はどうなんや、打足占って白やったら、打足じゃないんだ、ミャコなんか鳥羽なんかって考えれる余地が出るから、やっぱそういう感じにするのが良かったんだろうな、本当はな。いや、まあ勝つならね。ただこれはやっぱ進行取れないのよ、強い進行はやっぱこうやったと思う。でもこれでよかったね。改めて皆さん、誰が何の役職だったか一人ずつ発表してください。おえちゃんさんからお願いします。はい、私は市民でした。
はい。マジか。もう、うん、私はもう最初から言った通りもう騎士だったの。もう信じてほしかったよ本当に。騎士だったのちゃんと。このメガネいい。これ運転する時のメガネなんやけど。うん、まあ布団ちゃんがなんか。ごちゃごちゃしてるとき、まあ、確かにちょっとうろたえたんですけれども、あれなんかバカどもが疑いやってるなっていうのに、あの後半なり始めて、これは面白いぞと。みんなにこう言わせるのが楽しくてしまった人狼でございます。やばすぎる。うまかったっすわ。うまかったっすわ。うまいよ。いやまあ、人狼でした。バカどもだったんで。やっぱねちょっと最初からちょっとあの疑いかけられたんでこれまずいなと思ったんだけどやっぱちょっと嘘ついてあの僕騎士なんですよって言ったのがやっぱちょっと功を奏したのかなって、まあ、でも実際そうだよ。あそこで最初から俺が釣られてたら多分この勝ちには至らなかったなって思ったんでちょっとしげさんちょっと最初喋りすぎちゃったのかなって感じですね。あざっすざっでは2日目ですかね。はい、じゃあ CO いいですか。じゃあ CO から聞きたい。いいですか。あどうぞ。僕からじゃあいきます、はいはい、占いです。あ、布団ちゃんと狼やったんや。占い、占いで占い出るって言ってたんや。占い3人、占い3人、3人の別に焦りはせんだよこれ。いっぱい占える。占い3人は全然勝てる。まあ、この場合別にどうなんやろ、狂人が占いに出るのは全然いいと思うけど、どうなんやろな。対面人狼ってなぜか狂人が占いに出るけど、普通は九人村は狂人は占いにはあんまり出ないです。まあでも出ても三死は最悪、別にそんなに狼不利じゃないんで。なんでなのって、霊能で出た方が強いからな。霊能ロラから始まって狼の占いとこの新占い師の信用勝負で勝負するのが一番人狼の勝率が高いから、狂人はあんまり占いに出ない。本当はな。でも俺現状なんで対面は占い出るの、人狼が出ない人が多いからかな。え、なんかまあ声になんか張りがある。そうです。そう、それはもう LINE って見て、あでここで孫さんが脈を死んだっていうふうにすごく押すのよ。だから俺はフォイと脈どっちが占い師やって、ああそういう情報があんのか。で俺はフォイ、あじゃあ、あのフォイが狂人だとしたら脈が死んだから、孫さんがこうやって芯を押すってなるんやったら、あまあ芯なんやろなって思った。俺っぽい狂人やと思ってた。だから逆に一番芯目がないのはおえちゃん。なんでそれは。なんかおえちゃんがね、だからここを LINE にしたい、うん、一番最初に、まあ、占い師って言うのがその経験者の中では、うん、これメタナイトってことか。ちょっと引っかかるというか、ちょっとなんかちょっと引っかかるって上げ足のええとこですね。なんだろう、そのとりあえず場を動かしたろっていう気持ちが。でも対面は割と何なんじゃない。あの私は俺でも京ちゃん役やと思ってたよ。ここ白いのであのまだ分かんない部分があるから、うん、言うて俺孫さんと京ちゃんが霊能と騎士でどっちがどっちやろなって考えてた、正直言うと。だから髪は俺霊媒がでもこの時は孫さんで京ちゃんが騎士かなって思ったから髪は孫さんにしたいの。逆やった。ここは正直言うと、いや適当じゃない。まず狼と狂人で孫さんがあまりに強気やから、これは役職で騎士やったらちょっと目立ちすぎやる霊能かな。で京ちゃんがちょっと反応的にあの自分が撃たれて黒撃たれた時に跳ね返そうとしてる騎士なんじゃないかなと思った。おのおの好きなところに投票してもらって、うん、まあ、それでそのなんか人外とか好きなとこ投票してもらってって、マジ占い師の中のちょっとこの釣りを誘導してるかも霊媒やと思ったよな。釣りをな誘導っていうかその好きなとこでって言ったね、いろいろね。あ本当、布団さんとかどうなん、なんかあんま喋ってなくて、ね、もう3人出てるからね、うん、もうどうしようかなってちょっと票入れらんないよねまだ。本当もう好きな人とかなんか感覚になっちゃうわ。ちょっとこれマジでどっちでもいいからおえちゃん以外にしたいんだけど、もし2回連続で同票になると、うん、あの誰も死なないっていうパターン発生するから。ああそうか、同票同票時間終了です。あらあらあらうわこうやって見ると発言少ねえ。投票マジで狼の時の発言投票、ねまあ、割とトリバもでも今回は喋ってない方か。みやこさんにはちょっと申し訳ないけど、ちょっともうここまであの上がってるので、うん、まあ
次占い師だいたいな、狼って投票遅いねんな、まあ、占ってもらったりとか、まあ、確実に情報がちょっといただける可能性があるんで、ちょっとみょこさんここまで上がっちゃったんで僕も、はい、ま, まあそのテンプレにのっとって投票創生本当に私はあここ喋んない方がいいな個人的には温度感というか、うん、パワーみたいなので、うん、おえちゃんに入れたいんですけど、うん、おえちゃんから白をもらいたいんでおえちゃんには入れれないです。そう、ここ偽決め打たれてるよな、今投票がほぼ確定してるみょこさんに入れます。本当はおえちゃんに入れたいです、はい、まあこれ正直きょうちゃんに白もらってるし、俺霊能出たら俺を連れたよ。そこがどう動くのかでなんか判別しやすいかなと思って、きょうちゃんが霊能使用すれば占う必要ないから、まあおえちゃんでっていう、なんなら俺を釣るのが定石になる、資源に白出てるから。いや、よかったと、はい、他の2人は占い結果残ってないからね、はい、遺言を始めて。これ分かんなかったよ、今かなり危ないです。なぜだら大江の戦いゆきさんかなり強いパワーを持っていますなのですんごいかき乱します。追い出しましょう。確かに反応的にもあんまり神っぽくないんかな。なんか普段サイヤ人みたいな。あの人カバンパワー持てる。危ないよ。殺せ殺せ皆さん。これはでもね、本当はミャコを釣ってミャコと繋がってるって考えやから霊媒結果で見れるで、違うとこ占った方がいいってやつやな。布団ちゃんもいいシーンあるからこっから。さあお二方。孫さんでよろしいですか。そうそう、孫。そう、声聞こえるとあかんからな。あ、これ孫さんのとこ守った。方をお願いします。まあ今日霊媒師出てないんで、霊媒師で、まあ、霊媒わかんない、後ろ出そうな京一郎さん。あー、京でも俺京ちゃん守られてたんや。はい、それでは孫さんは会います。まあでもやっぱ孫神大正解なんやな、そうやって考えると。いや俺は霊媒だと思ってる孫さんの方を噛みに行った。でも孫さんが霊媒やった場合、京ちゃんは多分さあ騎士やったら守ってないから、やっぱ孫さんの方が噛み通る。なりました。犠牲者は孫さんです。孫さんは別室にご移動ください。これはでもな、明確な理由があって、孫さんを選んでるのは、ミャコが黒、孫が黒って言ってんやで、ミャコが白結果出んの分かってんやで、俺は狼やで。霊媒で白結果が出た場合、じゃあ孫さんとミャコが黒黒ってないんやから、孫って白くなるじゃねえかってなるから、役職も持ってそうだから孫を噛むっていう。そう、これはだからやっぱ孫神しかなかったと思う。多分霊媒探したかったんだよ、ラッキーで。ああなるほど。そうそう、霊媒探したし。ジロここ偉いのは、多分あのタコが落とし入れようとしてるかっていう、だってフォイが黒なんだから。いや、あのさ、もう投票する前にさ、どっちか両方俺本当にこれ結構フォイ多いんやって、俺に向かってこうやってシューみたいなのやんの。俺フォイってことはやっぱりフォイが強靭でみたいなさ、考えにやってて真なんよな。そうそうそう、おいクソ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 みたいな感じで、これ強靭アピールなんかなって。ミャコの白が分かったから、強靭で俺のことオオカミって分かっててこういうことしてるんじゃないかな、すげえ考えてる。ただあの彼の性格でした。そうなんよな。どっちか決定事項、決定事項は絶対占い師は両方素で可愛いだけ。確定で人狼がいるんだから。議論終了です。まあこれ俺になるんだけど、これね、布団ちゃんの偉い人はここや。分かんねえたところはフォイと前にさ、また見た。いきます。これここでな、布団ちゃん偉い。くそ、人狼がうめえ。もう僕からは以上です。いやいや、あんただよ人狼は。これはもうそっくり、今日はもう占い師にしか入れない日です。お手紙交換、ここでラインをしっかり見てもらえ、自分もいいっすか。ラインをしっかり見てもらえ。そう、やっぱり俺に入れろと思った。君かなって。パワープレイがちょっとやっぱさ、人狼が占い師って多分ここ偉いと思った俺。ぶっちゃけで、ね、本当にどっちか分かんない。しゃあないです。いやマジで分かんない。マジで。あの唯一分かんの次。そうそうなの。これで結局取り場が白く見ぬんやろ。まあでもおめえ怖いからよ。怖いとかじゃないけどな。まあな、うん。はい、入れます。あのアイマスクのせいで髪の毛崩れまくってますやん。だからそのおえちゃんに入れたかったっていう理由と、うん、その心労的な理由で言うと、そのやっぱりちょっとこう慣れてる人じゃないと。
俺人狼だと思ってるんで、おえちゃんが慣れてる人じゃないと人狼でこれか役職がありながら違う役職をこう使用するっていうのは深夜から出るんですよじゃないかなって個人的には思っちゃうので、それができる方からこそどうしてもすごく気持ちっぽく見えてしまいますので、メタボ大丈夫歩ける、白だぜ白なのか、いや白だったら嬉しい抵抗しとる東京が集まってるので市民側にとってなんか落とせてる情報少ないんじゃないかなっていう理由、ここ取り場悩んでポイに入れんのな、ポイさんなんかでもこれワンチャン俺と繋がってる説も出てくるような、投票だけで見たら本日処刑されたのはおえちゃんさんです、遺言お願いします、30秒です。はい、ですね、私が真の占いなんですけども、必ずミャコさんが白であった以上フォイさんが狼です。京一郎さんの霊能結果でも明日私が白っていうことは伝えてもらいます。そうなったら確定黒になるんで、必ず私の中に入れているこの中の、まあ、わかんないけどな、ドリバーが身内切りしたっていう可能性もあるかもしれないけども、必ずいるんで見つけ出してください。そう、あの布団ちゃんをわざと俺前に持ってきてんね、必ず俺に入れてるやつはだから霊能結果俺見せろっていう、そう、ここそうなんよ、布団ちゃんを一番前にわざとしてんの、正直これ布団ちゃんが一番前になるようにしようって思って、で俺の霊能結果で黒を見せろって言ってるから、俺は京ちゃん噛むなって言ってる、これ実は。ただ一つ言えるのは、しげさんだけは絶対白なので、ここは釣らないでください。で、しげに相方の黒位置を押し付けてんね。さあ別室へのご移動をお願いします。いやけどしげさん噛まれちゃったこれどうやって噛んだんだよ。まあこれあの正しい紙はフォイやからね、本当は。しげさんは、まあ、実際しげさん占っていて噛まれてやったり、まあ白です。占いロラーを続けてくれたからよかったけど、続けてなかったら負けてます。てか続ける必要正直ないんだけどな、黒黒見なきゃ。さあ続き、俺とフォイが黒黒って考えなきゃ人狼になります。いやもうあの京ちゃんが霊媒使用したり孫さんが騎士やと思ってる。どなたにされますか。わあ本当だ。まあこれ、まあでもフォイカメっていうのは難しいかもしれない。だって釣るんだろ明日って思ってるから、そうなった時の最善としてはしげさんでよかったのかもしれない。京ちゃんも実際ロラしたから、俺もさ、あの控えに行った時トイレ来てなと思いながら見て、ああしげでいいんじゃねとか思ったけどさ、それ霊媒結果見せれるよねと思ったけど、これフォイだなって。しげさん神の言って、そうそう、トイレしてる間に、いやダメじゃねって、フォイだろ。続きまして、まあ、でもいいよかったと思う。孫さんでしたので、まあ、最悪だって、ここでトリバとか打足噛む意味はマジでない。あーでもそうか、俺の黒が見えるからシゲが黒に見える。でもフォイがし、あーでもそうやな、フォイの占い位置だよな。フォイの占ってる位置を最低限噛んでほしいやな。まあだからまあまあ、京ちゃんは恐ろしい夜が明け、俺に最初に投票した布団ちゃんが相方じゃなわけがないって見せれるから噛まないでほしかった。だからフォイがいい。昨晩の犠牲者はシゲさんです。あーだよな、それそうだよな。なんでみんな自分が噛まれると思ってる前提なん、基本的にそうでもない。え、俺はめ、一旦占って、はい、一旦、そのなんか俺なんか、なんかあんま役立ってだって最初からのなんか LINE もふわっとあったし、白出ししてた、あのあと、僕がキョウちゃん白出ししてた。そうですよね、一番最初ね、おゆちゃんは乗っかる形で、ね、いや、あの、しげさん白出ししてた。で、二段さんにってことですよね。あ、そういうことか。似た目に怪しくね、こいつなんか。怪しいね。あ、いや、で、あ、で、違くて、まあ、そうなんですけど。でも、強靭かもしれないってことやろうね。まあ、そうだよ。そこ狙っても、確信もなんないからさ、3人そうそう、フイがしげさんを占ったのは、俺が誘導したって言ってたわ。最初の手で、おいちゃんが占ってて、白、まあ、って言ってて、3人占い師いる状態だったから、フイがもし占いってても、その、ちょっと白く見えるかなぐらいにしかなんないね。2人だったら書くんだけど。いや、そうなんです。だから俺でもなんか おえちゃんがあんなに最後はっきり言っていった後、おかしくない？そうっすよね、今そう俺個人的にこの状況で霊媒師を名乗ってる俺がいるのにもかかわらず話を遮ってる打足は相当黒い個人的にね。まあ、なるほどね、ここでね、その人狼でした、おえちゃんは。お、黒です。で、この村からは一人連れてます。あ、ちなみにそれフォローしたいんだけど、はい、
まあもう 100% なんだからいいんだけどさ、はい、あの、おえちゃん、だちょっと死が死んだ理由わかんないんだけど、初日、きょうちゃん取られなかったじゃん。うん。で、あれは騎士が守ってるから、避けて、次の日に、釣るじゃん普通は、はいはい、噛むね、今日死ぬの確定だと思う、俺は死ぬと思ってた、普段のおいちゃんだったらそれに気づかないはずないから、うん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 、わざわざ自分で僕は明日白出しされるんでなんて言うわけないじゃん、だからもう本気の苦労っていうことだから、おいちゃんが言ってた言葉を逆算すれば、うん、多分他の人が見えてくるのかもしれないよね。いや、だ俺はだからそのおいちゃんはちょっとわかんない出したその動線で一旦稼ごうとしたんだけど、身内の人狼がなぜか、そう身内の人狼が一旦稼げるはずのその釣らせる要因のやつを殺しちゃったのよ、多分、おえちゃんがお前あと頼んだでって、そうそう、しげをスケープゴートにしたのはそう、食っちゃったから、でもまあ、だから濃い髪しかないな、なんでこうなったんだ、だから分かんない、でもシゲが死んだ理由がずっと分からない、京ちゃんをだからさって髪に噛んだのいいと思う、それは逆に合図だと思ったんじゃない、あ、これはこいつを殺せ、あ、おえちゃんからの合図だ、殺さないといけないんだっていう、なるほど、人そんなことあります、で、結局そのための投票やったりな、シゲさん裏って白だった、僕ははい、そうです、うん、いや、本当ま、マジすみません、シゲさんは白なんだもん、で、ソイは本当はパパ行こうと思ったんですけど、分かんなくなっちゃった、ソイは現状、あの、京ちゃんがさ、格白で、うん、霊媒でなおかつ、で、黒を出したでしょ、うん、で確定で黒いたじゃん、今日フォイってもう強靭化、その村人しかないから、あ、そうだ、ね、だから僕が2つなんで、別に全然殺せも殺さなくても良くなっちゃった、まあ、確かに、そう、これね、打足合ってます、そうなん、フォイ釣る必要ないのよ、これやばって思ったもん、その進行取られると俺目線はこの3人の中で入れるんだけど、この3人の1人でフォイは殺さなくていい、そう、お、はい、あ、逆にね、まあ、ほっといてもいい、僕グレーなんで何も言わないっす、ただの人狼人狼っていう可能性はいや、まあ、なくはないんだけど、ほっといてもいいけど、はい、そのまあ、ローラー作戦は実行した方がいいとは、そう、クロスとローラー、じゃあ全然別に知ってくれってなってる、その強靭だと思ってて残されて死んやったら困るもんな、いや、このターン、このターンで強靭の場合、もし、ちょっと待って、いやいや、あ、ダメだ、そうそう、みやこさんが今日は殺さなきゃダメだ、今度はね、釣らない、強靭だった場合に、危ない危ない、だから噛むしかなかった、人狼だよって言って、パッて言われてやられちゃうから、絶対にローラーは遂行した方がいい、俺はだよね、あ、僕もだよね、で、この今日釣るのはポイなんだけど、なんだけど、その後のことを考えなきゃいけない、そうだね、で、僕村なんで、マジで OK なんで、このラウンド行ってもらっていいんでっていうのを踏まえて、もう話してください、だからその後のことを話した、その後、十中八九ポイも残してもらえば勝ちっていうのはもっと押してもいいんやけどな、死んだったら得だよって、それはもう考えてもいいんで、投げ合って、そう、引き延ばしになるんやって、結局ここで例えばやで、フォイ釣らずにじゃあグレー釣ろうよって、トリバフトンちゃん打足全部カングレだよなって言って、フトンちゃん釣れば勝ちってなるし、トリバ釣ったとしても明日来てフォイが残ってるってなったら、占い結果で白黒って、例えば打足白ってなったら、じゃあもうフトンちゃんしかないよねってなった時に、フォイが強靭だったらオオカミが残ってるので PP になりますって盤面になるやん、ならないってことは絶対死んなんやって、だからフォイ釣るのって損なんよ、ここだから、この場合は黒が釣れてる場合は、黒黒ってフォイとおえちゃんが黒だっていう風に思わんねやったら、フォイを釣らない方が得なん。ああ、これ分かりますか？そう。そうなんよ。分かんないよーって。釣らない方が得なんだよ、これは。方が少なすぎる。そう、だからお互い、自分が新郎ローケアしないんだったら、情報出してあげないと。強靭だったら結局、ここで釣って明日来るよねってなって、この3分の1狙う。でも今日やるんやったらこの3分の1を狙うやで、死んだった場合、丸々得するってことで。そう、最終日で決めたがるからね。許されません。はい、今日がね。そうなんだ、この 50% を突破してれば勝ち確なんや。今日グレー積んのは。まあ、で、明日釣ったとしても一緒なんや、確率は。まあ、宮古さんかなり手挙げるの早かったんですよ、占い師なのかなって思ってます、宮古さんは。で、まあ、京ちゃんをちょっと信じて、おいちゃんが人狼だとして、となってくると、人狼だとして確定やなんだろうなって思ってます、なので、そういった意味も踏まえて、今日は早くあっちに投票が早くなったな、狼になって、まあ、僕も一貫して、打足も入れた。思い出す、一応人狼だったけど、おえちゃんはでも多分おえちゃんの言ってることはすごいセオリーというかちゃんとまとえてる。そうだよ、俺別におかしなことは言ってないよ。僕がもし白だった場合みたいな、この僕の票が入ってるところが怪しいんでみたいなこと言ってたけど、多分身内切りはできないと思うから、おえちゃんのところに票が入ってる、入ってなかった
3人のうちもし大江ちゃんに入れてないやつが1人がいるんだったとしたら、俺はその人が相方の、俺は布団ちゃんを一番前に持ってきたで、目線と布団ちゃんは入れてた。あとこの今日のターンで俺の結果を絶対聞きたいはずなのにずっと時間稼ぎをしてた打足がすごく怪しいです。またすげー。でもあんまりそんな、これは俺の個人的意見なんでこれに左右されないでほしいです。いやもうダメだ俺死のほいさんは誰に、ほい誰入れたっけ。俺で優しい。死ぬからな、もう関係ねえやすぎるな真っ白だな。また先輩になりたくね。皆さん、2連続ですね、占い師を、引いたにもかかわらずですね、占い先が全て死んでいるとありえないですね。恐ろしい。ポイはさっき俺が言った理論を唱えてグレーから吊るってやればよかった。京ちゃんに決めさせて。もうここ当然そう、そうだよ、合ってるよ。でこの後一生布団ちゃんが変顔します。ダチョウメンバーじゃん。やだ俺またこれ、まあ、これが最後の。おいいと思ったもん。数的にそうだよね、これでがってことだよね。なんか情報あるかな、全然守れなかった、ね、ここも合ってるからな、うん、孫さんかしげさんだったかっていうのは、ね、これその守るっていうさフェーズがなかったよね、騎士は。あでもなぜかそうだね、うん、てかそもそも京ちゃんつけてんな。 ちなみに騎士はここにはいないね。俺はそこはなんか難しいこと言ってくれ。ここで騎士いない。いや、まあここで騎士出てきて、俺騎士だよみたいなこと言ったらやばい。いやなんか俺なんで京ちゃんを守らなかったのかなって思ったんで、その前々回、あ待って、最初ね、そう最初、うん、とか。いやだからその流れ的には一番最初に京ちゃんを守ってると人狼は思っていたから、うん、一旦置いて2ターン目に殺すと思ってたのみんな。なのに殺さずに3ターン目に死んだから、うん、ちょっと意味が分かんなくて、だから俺はそういうことしそうなの布団ちゃんぐらいしかいねえかなって。だから俺だけでも分かる、俺でも分かるさって、うん、あそこで騎士に対するその理解度が。いやいやだって俺ボソって言ったら覚えてねえかな、なんで京ちゃんじゃねえんだって。あ、別でも両方ゼロなんだよな。いやただね、そうだな、ちょっと京ちゃんがさ、うん、最後にちょっと言った、死ぬ間際にね、死ぬ間際に言ってた二言言ってたんや、二言言ってたのよ。でその、うん、おえちゃんにやっぱ入れてなかった人が怪しいんじゃないかな。そうそう、そこ押せいた。でも俺京ちゃんと話してるわこれ、多分取り分かると思うんだよな。俺もそう思ってる。みんなと楽しそうにしてる俺。いや、まあ、いい感じで確かにあの時、流されてそうな気がしてる。楽しそう。お前一番最後だったんだよ。あれは確かに気になるな。あ、見えたわ。待つ。違う。何？俺もう新事実に気づいた。今のでもう確信した。ないない。だから俺視点は、うん、待つか、打足さんか、うん。まあまあそれは当たり前。出たいなってるやんか。で、まあ難しかったの。その噛んでるところがなんかすっとんきょうなところだったりとか。あ、ごひげいじるな。待つなんかなっていうのがずっとあったの。でも、うん、京一郎さんは、うん、すごいなんか的を得て確かにと思ったのが、うん、霊媒師の京一郎さんを遮って、遮ってはないよ、座徳さんがなんか支配しようとしてた瞬間あったよね。ちょっと聞いて2人であれしないで残り2分それに関してはちょっと聞いてそれに関しては京ちゃん遠くてここにまだ時間入ってないじゃん。でスタートした時にまず占い結果聞きたいなと思ってこっち向いてここの話に集中してただけであって、京ちゃんがずっとこうやって2分ここおいーって何年ここ、ちょこれあかんって、遠くてここにまだ時間入ってないじゃん。でスタートした時にまず占い結果聞きたいなと思ってこっち向いてここの話に集中してただけであって、京ちゃんがずっとこうやって見たいや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 、視界から外れてもあの巨体はずっとオーラ感じるはずよ。わかんないってそれにもかかわらずそれは確かに、でも後で言われて、いや確かに、あ、京ちゃんがそれを言った瞬間に、お、確かに打足あいつ何やってんねんって言うてんねん裏でって思ったの。 それはちょっと主観だから、そうでも、うん、あくまで主観やけど、でもこの中で言ったら多分、うん、ほぼ主観でしか喋られへんと思う、まあ、この状況。いやでもやっぱ落ちてなさすぎて、で自分で言うと、さらに言うとあのフォイ
別に殺しても殺しなさなくてもよくねって俺あの言ったね、縄の数うっかりミスってて、そうなん、あの自分でめっちゃ怪しいこと言ってたんで、打足に納得すれば勝ちやったんや、怪しくないです。でもちょっとからさあ残り1分です。でもちょっとさ、鳥羽が最後フォイ君に入れたけど、うん、俺もでもやっぱり鳥羽最後フォイ君に入れたからってちょっと違うなって思ったわ。だってさ、うん、あそこでさ、うん、最後じゃん一番、うん、でフォイ君に入れてさ、うん、意味なくね、まあ、意味ないね。そうよ、なんか変な意志がけなんか強まってるだけ、うん、それただ正しい、ポンちゃんが全く何の情報もないんだよ。でもまあ言いたいことは分かるよ。いや、いや違う、うん、マジわかんねえ。若干、いや、神崎がなんか俺はおかしいなと思ってたから、神崎がおかしかった。鳥羽がやっぱ最後におえちゃんに入れなかったっていうのは別にやっぱあれは関係ないなと思った。毎回釣られたんだよな結局。まずお前が悪いのかもしかして。議論時間終了です。え、マジでわかんねえ。さあ議論はできません。あー、わかんねえ。ダチョウ布団投票の時間です。マジでわかんねえこれ。ちょっと投票のやつ、これこれ多分ね、今日これ分かんなすぎる。多分俺にかかってるね。俺これでさ、またさ、鳥羽だったらっていうのはどうしても言っちゃうんだよ、そのバイアスが。また鳥羽だったらくみたいなバイアスが。いや、俺責任重大なんだよね。超責任重大なんだよな。でもさ、あ、どうしようかな。いや、じゃあ僕から。うん、多分僕のあれの方が一番なんか、あ、それに乗っかるんだっていう話でつながると思うんですけれども、まあ、一番のね、隠しろっていうその京一郎さんの話を遮ったっていうのがすっごい、あそこちょっと俺もう心から爆笑した。まあ打足さんかなっていう。確かにこいつちょっと張り切ってんなっていうの。俺ちなみに鳥羽に刺されたけど、うん、だからといって鳥羽かどうかというところで迷っている。何その顔、なんだこれ。これは何、もう投票したの、わかんない。俺もう投票されたよね。されたの。気にしとる。で俺勝ちやで。入ったら勝ちだよなみたいな。俺打足にいりゃ勝ちだよ。でもどっちにしろあれか。俺がまっちゃんにやっても、まっちゃんが俺に入れたら俺から。そうすると、決戦投票になるのかな。いや、多分2票1票になるから。あ、そうか、そうか、票はね。いや、意味ない。いやだってもう、布団ちゃんに入れても意味ないもん。鳥羽に入れるしかねえんだから。まあじゃあ最後に、じゃあ一応わかんないんですけど、負けちゃう可能性があるんで、2分1で打足さんにしようと思ってます。根拠は鳥羽があんなやっぱ最後にあの疑われるようなバカなことするようなやつじゃないと俺わかってるんで、おいに入れる話な、あんな自分をな、お前が多分そんな怪しまれのことするやつじゃないって俺は知ってるから、俺はそこを信じるわ。その後の多分友情の決裂になるかもしれないけど、それがもしそうだったら。じゃあ、さあ、打足さんに2票集まりました。遺言をお願いします。遺言もクソもドキドキする、正直全くわからん。さよなら。天国ルームへお進みください。これでもまあ布団さんが強かったよ。さあ、この時点で勝敗は決しております。勝利したのは人狼チームでーす。来た俺人狼2連勝じゃ。しゃおれ。俺これであの後ろの方におんねんけど、わあよくやったって駆け寄ろうかなと思ったけど、うぜえなと思って、多分おとなしくやってくる。しゃあ別室にいる方はもうお戻りください。しゃあ待って待ってると思って、おいちゃんよしダメやと思ってた、よしよしもうちょっとあのハイテンションに行ったろうかなと思ったけど、
軽くなんか抱きつくぐらいやろうかなと思ったけどなんかみたいなやったね実際ようやってたなって、うん、俺確信してたでもなあの投票が良かったよ俺にあのすぐあの占いの時に俺に入れに来ただから京ちゃん噛まずに見したんやろしゃおらよかったよかったそうだから俺ちゃんマジうめえまっちゃん強いじゃんいやもう全部見えてましたねもう、うん、すごいいやーマジでいやこれ楽勝だなこれマジで人狼2連勝しちゃったよクソ超勝負これでも簡単イージーだなこれ3回戦が終了いたしました皆さんの役職お知らせください京一郎さんからお願いします霊媒師でしたマジでむずいっすねこれてかやっぱネタの心の中でこいつは絶対人狼だろって分かっててもゲーム内の情報をちゃんと置きに行くことによってかき乱しちゃうなっていうのがすごい難しかったっすすいませんはい、ヤコさんお願いしますはい、強靭でした、うん、何もしてないけど勝てたので嬉しいですお疲れ様でしたいやよかったよかったさあ、マコさんはい、騎士ですいや結構ね、2日目ぐらいに自分騎士ですなんつって言いたかったんですけど、うん、まあなんかおえちゃんからもバレてたみたいなんでこれよやるな思いました。まあとにかくあのまた陣が強かったです。まあてかまっちゃん二連勝ちょっと個人的にはちょっとないかなと思ってます。はい。いや孫さん守りさん強かった本当に。京ちゃんなんはあそこはいい。僕ですか？そこが役の可能性あるからな。僕がいるチームは必ず負けます。すみません。本悔しい。ありがとうございました。打速真面目に3連敗やったか。せやな。あのやっぱ噛むタイミングずっと騎士がいるかと思ってたんですよ。あの鳥ばっか打足戦が騎士かなってちょっと思ってたから霊媒師を噛むタイミングを結構考えてたんです実は、うん、いやずっと考えてたそのガードされちゃったらかなりきついんでっていうのででも孫さんが騎士だったんですねそこはちょっと分かんなかったんですけど意外に頭使ってやりましたよ噛むタイミングとか、うん、以上ですはいそして鳥バードさんいやなんか彼こんなこと言ってますけどそれで資源にしたって話明らかにその変な場所やっぱ噛んでたから待つかなと思ってたんですよだから、まあ、いやでもなんか京一郎さんと、まあ、僕してんですよ結果論ですけど京一郎さんと孫さん、うん、やめてよね乱すの、ま、この市民の心を俺らでも頑張った、まあ、役持ってたからね惑わされたうん、人のせいすんじゃねえよ惑わされたっていうシーンでございますではありました結局最後決めたらお前やろかさあそしてもう一度ほんまやはい、2連敗の方の松本です本当に2連であの占い師っていうすごい重要な職を引いたのにあのまた俺はおいちゃんの手のひらの上から逃げられない愚かな孫悟空みたいになってました、次はおいちゃんと同じチームがいいですよろしくお願いします、はい、すいません本当に2連敗占い師でしたさあしげさん強靭かと思ったけどな私はね市民ですね普通に噛まれちゃいましたねなんかあのタイミングで噛まれまあ、いずれは噛まれるんだろうなとは思ってたんですけどちょっと悔しい部分がありましたねいやおえちゃんうまいなうまいですめっちゃ褒められるやんてさあそして最後におえちゃんさんなんかたくさんの人にねうまいなうまいなって僕のこと褒めてもらってるんですけど違うんですよ本当にうまかったのはねトンちゃんなんだよねうざーっ一番うざいですから本当にまた次は布団さんと同じチームになりたいですうわーすごい人立てるようになったんだなでもなんかね、まんざらでもないですかちょっと嬉しそう皮肉なんやろうけどでもちょっと嬉しそう皆さんありがとうございますいやそしたら最後の勝負に参りたいと思いますいよいよという物語で次の試合はですね残念ながら説明したいんですけど僕はもう早々にねちょっと噛まれてしまいまして強靭を引いたんですけどねせっかくレイのあレイのあれ見ようぜそのなんかスタッフさんがこれ釣りなし進行取ったんですよここ3日目キャプチャーがあるそんなシーンなくね本当にあったんお前ら俺知らねえぞ
さあ皆さん、そんなミスするわけねえやろ、オープンネックのベテランのスタッフが。今年でお前何周年か分かってんの？もう 10周年今年で。京一郎さんからお伺いしようと思います。そんなミスするわけねえじゃん、ここの後。まあ、そんなわけないけどね。続きまして、多速さんと孫さんに来ていただくよ。起こしたいと思います。あ、人狼ですね。あ、布団ちゃんさんは違います。あ、再びアイマスクとイヤホンお願いします。多速さんと孫さんです。これで白って分かってたっての？いや、分かんないと思うよ、こんな音楽流れてて急にって。布団ちゃんは多分特にしましょう。え、ずっと音楽流れてるはずやで。ダソークはバレた。いや、言うけどヘッドホンとイヤホンやったらヘッドホンの方が分かりやすいと思う俺は。いや、分からんが、こっから俳優だぞ。これもうほうれい線が。さあ騎士です。こっから布団ちゃんがおかしくなる。なんであれ叩かれたんだって。議論スタートです。人狼えげつねえな、はい、占い師、占い師は人狼えげつねえな。どっち先行く？いや、先行ったんですよ。まあ、じゃあ先行ったんですよ。トンちゃん。早く言えよ。いや、分かってなかったと思うけど、なんかそうやって言われたらそういう風に見えてくるやん。じゃあおめえらが騒いでるだけで、おう、布団ちゃんは分かってなかったって言ってたけどな、あ、そういう意味だったんだみたいな、なんか全部そう見えるやん、そんな風に言うたら。ん？あ、布団ちゃんは占われた人が肩を叩かれる仕組みになってると思ってたっていうの？私、占い師孫さんを占ったんですけれども、はい、苦労した。あ、いや、でも俺肩叩かれたから打足に白、出されたから打足が白。打足が占い師だ。いや、これトリバーが嘘つい。確かになんか必要に布団ちゃんがトリバーを疑うシーンがあったんやけど、そういう理由でか。お前やったんだよな。打足が死んだなってこれで思うんや。しかし、うん、そうだから俺今何もできないんで、その最初釣りのあれがなかったんで、うん、あれ霊媒自体はなんかやたら控え室で見てて、トロちゃんが味方してくれるからいけるんじゃねえかって思ってたんやけど、仕事できず。なるほどな、狼が分かったんじゃなくて裏だった人が裏だった白だと思ったんや。投票の3人のうちに1人黒が出ちゃってる以上、うん、やっぱ先輩なのかなって正直村の人には申し訳ないなと思ってます。まあ、でもそんな催眠も最後、いやでも勘違いでそうやって逆に出そうと信じたいの。分かってたら釣りに行くやん。3人が白に見えたので、まあでもその勘違い起こったらあかんけどな。なんか怪しいって思ったところね。このここや、布団ちゃんが打足が新占いだからな。俺はごめんなさい、取り場に出ます。だからか、俺珍しいと思ったんやって。あれ孫さんって誰占ってたっけ？だってさ、なんでやって顔しとるけど、あの普通トリマが孫さん黒って見つけてたら、結構あの人狼したことない人って占い師に入れるか人狼に入れるかって一緒なんやけど、だいたい黒出されてる人狼の方に入れんやって。でも布団ちゃんが占い師に入れたっていう黒出ししてる方の、だから、え、布団ちゃん そんなことできるんやって俺ちょっと思ってた。普通この黒出されてる方をなんか盲信して黒だからっていう風に思うやって、占い師の方を入れるか黒入れるかどっちかになんねえけど、これだいたい初心者は黒出されてる方入れがちな。それを布団ちゃんが、あ、トリバの占い師の方に入れんにゃってちょっと感心してたんやけど、そういう背景があったんや。ってことだよなこれ。まあ、霊媒師なんで黒って言われてるんで、まあ、まあ確定させて明日結果、いや、打足を占い師だと思ってるんだ。それでもし、まあ、嘘だったら嘘で、うん、で都は狂人だと思われてたよな。すいません。あ、これ釣りなしにすんやっけこの日。これちなみに正解です。初日釣りが起こんなかった場合、神が起こったらこの日は釣りなしが強い。
だからミャコの行動は強いね。そうなん。さあこれにて同票となりました。そう、これあの同票となってダメだってならないの。これ鶴より同票にして占い結果をたくさん残せるから、この日釣りが起こらないと。そう、この日は同票で釣りなしが強いんです。そう、釣っちゃう方が占い結果が減るから。まあグッジョブ起こればトントンってなるけど、いやこの日釣りなしが強い。2日連続で誰も処刑されません。恐ろしい夜がやってきます。結局ここでやってんのは、ヘッドホンをお願いいたします。この日に神が発生して2人いなくなるから、1日目が終わったのと一緒なのに、2日目に迎えた時に実際3日目になってるから、占い結果がたくさん残ってるっていう情報戦になるから、1日目釣らなかったら2日目釣らないのが強い。その代わり狼が釣れないってなってるから、占い結果をもとに狼を、あと残り3日で狼狂人、まあ順番はあれやけども、狂人狼狼って釣らないと負けやけど、占い結果は多いって村ない。これやばいぞ。これはマジで意味がわからん。やばいね。何これ、何これ。ちょっと特殊な進行やけど。意味わかんない。でも同票にしたから強人だと思ったってことなんやな、真子さんが。そしたら俺やったっていうオチで、布団の投票を見てくれ。布団ちゃんそんなの、ね、気づくでしょ。うん、あ、待ってくれ。あ、そっか。あ、忘れた。そもそも。そっか。布団ちゃんとちゃんと投票するでしょ。ちゃんと。はい、その。3が黒ですね。終了。投票をお願いいたします。え、出そうか。フォイに入れてやろ。そりゃいや2人いるからな。打足が占い師だからな。なるほどな。自分は答え分かってるけど、そのまんま、あの打足が新占いだから、ここはフォイが黒だから入れなきゃいけないってなってんね。占い師だと肩叩かれて思ってるから。最多票が出ました。でも村が他の人らがちゃんとしてたから、処刑されたのは打足さんです。本当はこれ狂人が残ってれば、布団ちゃんがやらかして狂人が残ってれば、宮子が狂人やった場合っていうのは、あのバランス釣りしてフォイを釣って、あの占いと人狼残ってる布団ちゃん噛みます狂人使用すれば、あの PP で勝ちってできるね。だから宮古をずっと狂人だと思ってたんや。遺言を語る権利が与えられます。遺言を始めてください。なるほどね。別室にいる皆さん、いやほんまにやばかった。人狼が勝ち。ちょ、布団ちゃんのリアクション見て。村に平和が訪れました。しよ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 しえ、教授ですか。いや、俺市民なんだけど。いや、だからおめえがバカなんだよ。だからずっと言ってたじゃないですか。俺が白いって。いや、そう見えてくるだけか、これ。いや、ほんまにヤバかった。おぉ、驚いてる。あれ、教授って誰だったんですか。え、だから、え、教授ってどこ行ったんですか。え、皆さんお戻りください。え、違うよ、私、騎士なの。役職を京一郎さんから。教授誰。はい、役職を京一郎さんから聞いていきたいと思いますので、皆さん。あれ、あ、俺ちゃん。いや、俺だからずっと狂人がどっち、どこにいるのか分からん。そう、狂人じゃ分からんわ。 俺ずっとメコさんの狂人だと思って。いや、俺ちゃんだった。さあ、最後の、はい、何してんの。何もできなかったで何かしようと思ったんやろな。うわぁ、嬉しい。ちょっとテンポよく役職聞ければと思います。京一郎さん、役職。霊媒師でした。ヤコさん。騎士でした。孫さん。人狼です。座族さん。人狼です。トンチャンさん。趣味です。トリバードさん。おかしい、おかしい、今日の方が。シゲさん。市民です。おいちゃんさん。ヤギです。という状況でした。もうハゲてますもん。マジか。おめでとう。おいちゃん、ごめん。いや、おいちゃんなんか最初自信満々だから役職持ちかなと思っちゃった。そうそう、違うんだな。役職だったよ、狂人っていう。いや、狂人だよね。そっか。
だったんですね。いやでもそんな気がする、これは打足シーンやと思ってる。なんか辻褄が合うんやもん、それで全て。だからスタッフさんが終わった後にすいませんでしたみたいなこと言ってた。え、何があって、俺は思ってたけど。いや、なるほどね。いやー、ま、これはこれでいいんじゃねえか。くそおもろい。スタッフをかま、ま、ある意味かまったのか、わかんないけど、そういう、なんかそういう勘違いしてそう。それで全ての辻褄合うもん。あ、お前おもろかったね、こりゃ。はあ、なるほどね。でもそんな占われたら、そもそも布団ちゃんの勘違いがおかしくて、占われたら肩叩かれるもんだと思ってたって。その、あ、なんか前日肩叩かれたのは、そう、あー、なるほど、打足が占ったからかって変な勘違いから始まってんやろ。そんなわけがない。いやでもよかったぜ。布団ちゃん始まる前さ、これでおへちゃんの前で悪いけど、俺人狼よくわかんねえからさ、なんかどうしたらいいかわかんねえし、そんな好きじゃねえかもとか言ってたけど、ちゃんとエンディングでは、あ、人狼好きだわみたいな感じで終わったって言ってた。あ、まあ全勝してたでな。そうそう、気分良くなってね。そう、よかったよかった。それでおごってくれたのかって。いや、わからん。これはただの推測やけど。まあ、まあ、辻褄が生まれないいい推測ではあったなっていう、面白い、そういう見方も面白いなと。